はい、こんばんは、たまらんちでございます。今日は文化祭の思い出の巻でございます。はい。というのも、娘ちゃんのですね、今年から高校生になったんですけども、高校の文化祭に行きまして、はい、もううぶいちゃってうぶいちゃって、はい、あ、これあのビールのシールの懸賞で当たって、この間餃子ね、が届いたんですけど、プラス、ビール6缶で来たやつなんですけど、本麒麟飲んでるんですけど、私ね、本麒麟の方が美味しい。なんかね、本物のビールに近づけてる感はすごく感じるんだけど、ちょっと酸味がね、強い。発泡酒飲みつけちゃったからね。まあいいや、それはいいんだけど。まあ私、高校はね、軽音。まあ軽音といっても、同好会じゃなくて、私が行った高校は、ちゃんと部活として、あって、部費も出てて、名前がね、フォークソング部っていう名前だったんですよ。これが良かったね。もう、入るのどうしようかな、おっかねえかなと思ったんだけど、当時はね、今と違うから、当時の検温はさ、でもフォークソング部って書いてあったから、あ、ほら入らなきゃと思って、入ったんですけど、だったもんで、もう文化祭はもう本当にもう、なんでしょうね、全エネルギーを注いでた3年間だったんですけどね。まあ今時の文化祭ってどんなもんなのかしらと思ってね、そんな興味もあったので、見に行って、で、だいぶまあ、自分の時とシステムというか、発表のシステムもなんかいろいろ変わっててね、まあ、クラス発表ですかね、クラスごとに、だからそのほら、屋台とかあるでしょ？屋台とか、その料理系やってるクラスもあれば、うちの娘ちゃんのクラスは、劇だったんですよ。その発表が今日あったんで、見に行ったんですけどね。頑張ってましたよ。ほら、なんだっけ、今日から俺はっていう、ほら、漫画ね、ヤンキー漫画が、ちょっと前にほら、映画になったでしょ、実写化で。で、こう、髪の毛折ったってるのやった俳優が、なんか、ひき逃げかなんかして、ちょっとね、追い出しちゃって、みたいな、やつ。橋本環奈ちゃんとか出てたやつね。それをやったんですよ。だからもうほんとそのまんま金髪の、髪の毛染めたんかな、なんか染めたりとか、こういうズラとかね、作って、ステージ上でなんかこう、なんか結構なアクションしてましたよ。こんなんしてね。で、最後突っ張ることが男のたった一つの勲章で、みんなして踊ってて。うちの娘ちゃんは、黒子だったんですけど、最後にこうみんなで出てきて、踊ってましたけど、うちの娘はね、フラダンスやってたんで、もう踊りはめっちゃうまいっすよ。はい、おーと思いながらね。20分の上の寸劇でしたから、まあ大変だったと思いますよ。20分劇やるって大変だからね。よく寝られてて、びっくりしました。はい、まあそれを見つつ、はい。で、その発表が終わった後に、まあ、ちょっと他も見ていくかということで、見てたんですけど、娘ちゃんの高校は、ギター同好会という名の、まあ、バンドですかね、がありまして、まあ、ちょっと生では見られなかったんですけどね、午後仕事だったもんで戻んなきゃいけなかったんで、あとは娘ちゃんのその、動画でちょこっと見たりもしましたけど、やっぱり団地さんとかが言ってましたけど、やっぱ本当にギターソロがないんだね、今のまあ曲にもよるんでしょうけど、ギターソロはなかった、その見た動画はね。はいはいって感じでした。まあ下手じゃなかったですよ。リズムがちゃんとしっかりしてたから、もうそれだけで全然、もうリズムがしっかりしてればとりあえず大丈夫でしたけど。でもなんかいいね。シチュエーションがね、前夜祭
でのステージが組まれてたんで、みんないるんですよ。もうね、あのこのギターおじさんたち、私の弟友のギターおじさん、ギターおばさんって言っちゃいけないかな。ギター女子たちは、まあ少なからずね、そういうのやってた人も多いと思うんですけども、もうお分かりかと思いますが、なんたって客が、ほら、お客さんがさ、集まんないでしょ。だからもう強制参加というか、まあ、もう参加する前提のところでできるのはいいよね。盛り上がってたし、夫婦言われてね。うちらの時は、もう文化祭はもう勝手にやれ状態だったんでね。まあ、後輩を桜でステージの真ん前に置かしたりとか、いろいろあの手この手を使ってやってましたけども。新入生歓迎会、あの4月の、そこが一番の、文化祭よりもそこがもう一番だったんですよね。で、それはもう3年生がやるって決まってたんで、その自分らが3年生になった時にバンドがいくつあったんだ、4つぐらいあったんかな。もう魂のじゃんけんですよ。ここは勝たないと。当時彼女いなかったんで。この新入生歓迎会で、なんとかせねばと思ってたんで、もう、命かけてじゃんけんして勝って。よし。まあ、おかげで彼女ゲットできましたけど。はい、何目的でやってんだっつ。いやいや、大事な目的だ。はい、そんなもんだ。だいたいギター持つなんてね、はい。女の子にモテたいからやるっていうのが、あるんで。まあ、そんな困難なね、ところで、だからお客さんが普通に集まるところでの発表っていうのはいいよね。あと今日はね、中庭でカラオケやってましたけど、あれもったいないよね。まあ、カラオケで結構盛り上がってましたけど、あの場でそれをやらせてもらえる状況があるんだったら、ギター同好会の人たちはもうアコギ1本持って弾き語りすりゃいいんですよ、そこで。っていう提案を娘ちゃんに、帰ってきた娘ちゃんにしたら、いや、ギター投稿が一人でできるとかって人あんまいないんだよね、みたいな。うん。ギターを弾く、ベースを弾く、ドラムを弾く、みたいな。歌いながら弾くとかってあんまり、みたいな感じらしい。まあ確かに、ボーカルはボーカルでいたからね。うん。特別顧問で行ってこようか、俺。娘ちゃんの高校のギター投稿会のレベルを上げてこようか。なんちってね。まあでもね、文化祭はいいですよ、やっぱりね。まあで、うちらの高校の時はそのフォークソング部っていう名前で活動してただけあって、フォーク発表っていうステージが用意されてたんです。3日間あって、初日はフォーク発表なんですよ、バンドやらずに。で、3学年あるんで、バンドの練習部屋は1個しかないから、バンド数そんなに増やせないから、1年生はバンドできないんですよね。まあそんなこともあって、1年生はそのフォーク発表強制参加なんですよ。絶対出ろと、1人でやると弾き語りをっていうのがあって、で、2年生、3年生は出たい人が出るっていう形なんですよね。で、当時もう空前のバンドブームでしたから、私が高校入った時は、イカ天とかあって、ジュンスカだ、ユニコーンだ、ラピッシュだ、なんだ、スカンチだ、なんだかんや、ね、ドカンドカンしてた頃なんで、もうみんなバンドやりたくて入ってきてるわけですよ。それがほら、蓋開けてみたら、なんだ、フォークギター持って弾き語りってなんじゃそりゃってみんななったわけですけど、私だけ長渕で入ってきたんですよね。俺はもう、ああ、もうウェルカム、ウェルカム。逆に俺それしかできんし、みたいな感じだったもんで。一人喜んでやってましたけどね。もうね、一曲、一曲だったんで、もう、つよしの純恋歌ですよ。ハーモニカ、フォルダつけてね。結構受けたよ。うん、他の賞はほら、そんなフォークギターなんか弾けねえし、みたいな感じだったから。
だからそのまま継続で2年3年ともう私はフォーク発表、まあ、2年生の時なんかフォーク発表の方が気合入ってたかね、バンドよりもね。1年生の時はその剛の10年間1曲やって、2年生の時は忘れちゃったら、まあ、10年間やって、剛はあと何だい、顔をやって素顔かなんかやったんかな、あんま2年生の時覚えてないんだよな。それで、先輩が青空やる、ブルー派の青空やるっつった時に、コーラスと、リード、がいねっつって、初めてそこで私リードギター弾いたんですよ。あの青空の。一生懸命練習して。あれもでかかったね。あそこがリードとの出会いだった。うわ、かっこいいリードって、みたいなね。で、3年生の時は、もう、なんかもう、あの、2年、3年と、誰も出なかったんで、1年生の強制参加終わった後の持ち時間が全部俺だったんで、まあやったよ、すごく。剛何曲やったんだろうね。まあ、10年間から始まって、忘れたな、夏祭りもやったでしょ。タイムゴーズアランドもやったのかな。なんか何曲かやって、で、その年に尾崎豊が死んだんで、尾崎豊の I Love You やったりとか、音源のテープをね、撮って、撮ったんだか撮らねえんだか今現存してないんですよね。撮っときゃよかったけど、まあそんなこんなでフォーク発表はすごい力入れてやって、でバンドの方はあの2年生の時は何とか喋ってますけど、ボーカルをやっていてね、2年生の時はバンドでできること俺にはねえと思ったんで、エレキも弾けねえし歌しか歌えねえと思って、当時のバンドのギタリストがもう布袋信者だって、めちゃくちゃうまかったんですけど、布袋信者だったからボーイとコンプレックスをやって、そのボーカルをやらせてもらったんですけど、もうそれでボーカルがトラウマになりひどかった全然盛り上がらねえし、で3年の時はもうここのとこ何度か言ってますけど、まあいろいろあってドラムになりまして、やったことがないドラムにやるということになって、必死こいて練習してジギーをねやって、まあお客さんもね、みんなが前に来てくれれば結構な数いたと思うんだけど、どうしても体感でやったからね、みんな壁際にこうやって座って聞いてるんでね、で途中でヤンキーが乱入してきてえらいことになったんですけどね、なんとかまあはい、なんとか1時間半ぐらいのステージをやりきって、はい、まあ、あれは本当に、うん、頑張ったと思います、はい、ね、あの血豆を作りながら肉がえぐれたっていうねそんなことをしながらやっていた文化祭です。いやー本当にざわつきましたね、なんかあの空気感がね、文化祭の、2年だか3年生の時にね、中日でね、うち帰れなかったですからね、超怒られたけど、もう、めんどくさくなって、部室で泊まっちゃえっつって。何人かね、の盛り上がりで。そのまま、ステージやったっていう。今となってはいい思い出でございますけど。はい。まあ、そんなこんなな空気感を思い出しつつ帰ってきたもんでね、もうかなりくたびれたんですけどね、今日どうすっかなと思ったんだけど、でもちょっともうあーだわ、もうやらずにいられないということで、まあそのフォーク発表を思い出し、ちょっとギター一本でやるかということで、月タムの、新曲じゃないですけど、夏ソング、一番最初の夏ね、月タムやり始めた時の夏の歌の、うつせみという曲をギブソンかき鳴らしてやってみましたけどね、ぜひご覧になってみてください。あの胸のざわつきが、はい、あのギタープレイに出てると思います、はい、ギャン鳴りしてますよ、はい、もう今日もねギブソンは鳴らしときゃいいんだっていう感じでやらさせてもらったので、いや刺激をもらいましたね。いいっすよやっぱり、基本やっぱ楽しんでね、やるということがいいですね。帰りにちょっとね、イオンに寄ったんで、島村楽器寄って、たまにゃと思って、本ね、
スコアとかそういうところあるコーナー行って見てみたんですけど、やる気出ないね。まあいいや、楽しく弾いてや、なんとなくなんかいろんなことが、ね、これからも楽しくやり続けてれば新たな発見もあるやろうということで、そんなスタイルでいきたいと思います。ああ、結構くちゃべちゃったな、思い出だから。そんなこんなでございました。さすがにくたびれましたね。はい、ちょっとね、まあこの後ちょっと皆さんの、今日のアップをチェックしつつ、はい、それを見つつ、はい、寝たいと思います。ということで今日は、文化祭の思い出話でございました。はい、まあ、皆さんもね、ガッツンガッツンやられてた方はあの頃を、思い出していただき、はい、またモチベーションを上げていただければと思いますが、はい、そんなこんなでございました。ということで、たまなんちでございました。それでは今日はこの辺で。